演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのタルタルソースなので、もしかしたら雑誌の方もいるかもしれませんが、ポップコーンシュリンプを食べたいと思います。ポップコーンのように弾けるエビということらしいですね。エビなのでタルタルソースもついてます。しかも見てください、これソースにもエビが書いてありますよ。どんだけ誇張してるんだよって感じですね。では、まあ、キューピーのタルタルソースなので安定の美味しさではあるのですが、ドミノピザオリジナルのソースとかじゃないんですね。ちょっとそういうのも食べてみたい気にしますが、まあ、とりあえずかけてみましょう。ああ、結構くるくるか。ではまずはかかっていないやつをそのままいただきます。サクッと、この弾力、ただのエビフライではないです。ボモがザクザク、エビがプリプリで、どちらも口の中で食感として楽しめてとっても美味しかったです。エビ単体でも十二分に美味しかったですね。でタルタルソースがちょっとまた変化があって、それもまた良かったです。他のソースでも食べてみたくなるエビですね。単なるフライともまた違ったような、そんな気がしました。というわけでこちらの点数を出していきました。ピザより、流れって王様になるかな、逃げるのに、逃げるのが一番早いってことなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。